天文学的記念法は、主として天文学で用いる記念法である。期限1年以後の年数については、通常の西暦の記念法と同じであるが、期限1年より前については、例と不数を用いて年数を表すので、通常の期限前の記念法とは、1年の差が生じる。この記念法は、 日付と時刻の表記に関する国際規格である ISO8601 でも採用されている。西暦1年より前の天文年と歴史年の絶対値の1年の際は、食や合わせのような天文イベントを計算し、それらが言及された歴史イベントがいつ発生したかを判断するときに重要である。なお、考古学や地質学では現時点から何年前であるかを示す。 bp を使用している。通常の期限、西暦の表現に用いられる。窃盗時 ad や設備時 c e b c b スなどは使わない。期限前1年は0、期限前2年はマイナス1年、期限前3年はマイナス2年、期限前4年はマイナス3年とする。一般に、期限前 n 年はタイで表される。期限1年以降は、 通常の歴史年と同一であって、符号なし、または、正の符号で書かれる。すなわち、紀元 N 年は、単に N、または N と書かれる。天文学的記念法を用いる理由は、西暦前から西暦後にわたる、期間計算を勘弁、単純にするためである。紀元前1年をまたぐ期間の年数を計算するときには、通常の記念法では例が存在しないことを考慮。 しなければならないので計算が面倒かつ間違えやすい。天文学的記念法では単に期間の最後の年から期間の最初の年を差し引くだけでよく計算が簡便である。期限1年の前年が期限前1年となる期限前年数をそのまま用いると整数の三法に反することとなって天文学的事象の期間計算に不具合が生じてしまう。 天文学的記念法が準拠する、数直線、例、紀元2年から、紀元前4年までの年数の算出法天文学者は、1582年よりも、前には、ユリウス歴を、1582年以降には、グレゴリオ歴を使用する。例えば、ジャック・カッシーに、サイモン・ニューカム、フレッド・エスペナックが、そのようにしている。ヨハネス・ケップラーは、ルドルフ表において、太陽、 ガツ、土星、木星、火星、金星、水星の平均運動の表について、例のプロトタイプを使っていた。彼は、アンテ・クリーストムとポスト・クリーストムの間に、クリスティの年を置いた。1702年、フランスの天文学者、フィリップ・ドラ・イールは、タブラやストランメイスの平均運動のページで、紀元前の最後の年を、クリーストム例とした。すなわち、 ケプラーがクリスティと表記したものに、例をつけた。最後に、1740年に、フランスの天文学者、ジャック・カッシーニは、テーブルズ・アストラーノミックスにおいてこの年を、単に、例と表記し、それより、前の年には、アバント・ヤソ・クリスト、後の年には、アプレ・ヤソ・クリストをつけた。これにより、例という表記の発明者は、伝統的にカッシーニであるとされている。 カッシーニが例を使った理由は次のように述べられている。ザイアーレイイズザットイウィッチワンサポゼスザットヤソ、クリストアズボーン、ウィッチセベラルクロノラジスツマークチビフォー、ザバースオブヤソ、クリストアンドウィッチビーマークトレイ、ソーザットザスムオブザイアーツビフォーアンドアフターヤソ、クリストギブス、ザインターバルウィッチズビトウィンディズイヤズ、 アンドウェアナンバーズディビザベルバイオンマークザディープイヤーズアズソーメニービフォーアフターやソクリストジャックカシニーレイはイエスキリストが誕生したとみなされ年であり何人かの年代記者はイエスキリストの誕生前に1とマークするその結果イエスキリストの前後の年数の合計がこれらの年の間の間隔を与えイエスキリストの前と後で同様に読んで割り切れる数が ウルード氏とすることができる。ジャック・カッシー・ニナサのフレッド・エース・ペナックは、例における50回の月賞を挙げ、それが瞬間ではなく〇〇1年であることを示している。ジャン・メウスは次のように説明している。The eyes are a disagreement between astronomers and historians about house, count the years preceding year 1 in astronomical alga-arthams. The BC years are counted astronomically.Thus, the year before the year plus 1 is the year 0.And the year preceding the latter is the year minus 1.The year which historians call 585.BC is actually the year minus 584.The astronomical counting of the negative years is the only one suitable for.Arithmetical purpose.For example. in the historical practice of counting, the rule of divisibility by o 4 revealing Julian leap, years no longer exists, these years are, indeed, 1, 5, 9, 13, bc in the astronomical sequence, however, these leap years are called 0, 4, 8, 12, and the rule of divisibility by o 4 s u b s i s t s gene meas, astronomical algaris Ar arms 成歴1年より 前の年数を数える方法については、天文学者と歴史家の間で意見の相違がある。アストロノミカル・アルガース・アムズでは、紀元前の年は、天文学的に数えられる。したがって、プラス1年の前の年は0であり、その前はマイナス1年である。歴史家が、紀元前585年を呼ぶ年は、実際には、マイナス584年である。 マイナスの年の天文計算は三述目的に適した唯一のものである。例えば、歴史学における記念法では、ユリウス歴のウルード氏を表す四による割り算の法則はもはや存在しない。紀元前のウルード氏は、紀元前一年、五年、九年、十三年、である。しかし、天文学の記念法では、紀元前のウルード氏はマイナスマイナス マイナス十二であり、四によるはエリザンの法則が成り立つ。ジャン・ウェウス、アストロノミカル・アルガース・アムズ・ビザンチンの歴史家、ベノンス・スグラメルは、紀元前の年に、負の年を、紀元後の年に、符号なしの生の年を表に置いて使用した。ただし、彼の本の他の場所では、年を表記するのに、 通常のフランス語のアバントと JC と Apple JC を使っている。おそらく彼は表示スペースを節約するためにそうしただけであり、例は使っていない。XML Shema のバージョン1.0はコンピュータ間で交換されるデータを XML で記述するためによく使用されるが、これには組み込みのプリミティブデータ型データ及びダテチメが含まれる。これらは 先発グレゴリオ歴を使用する ISO8601 の観点から定義されているため例を含める必要があるが、XML スキーマの使用では例はないと規定されている。バージョン1.1では例を含めることによって ISO8601 の使用に沿うように再定義されたが、これにより広報互換性を失うこととなった。ありがとうございます。